は、懐かしい。中学生の頃にさ、なんか、あかり、受験まあ、高校受験するわけじゃないですか、みんな。大体の人が。明あかりも高校受験したんですよ。その頃に勉強しなすぎて。まあ、でも、あかりは近い学校の偏差値が、もう、低すぎる近い学校を選んだので。 まあ、あかりは余裕だろうと思い込んで、なんか勉強を全然してなかったんですよ。友達が、あの、うちのめっちゃ仲いい友達が、うちもその子もなんかあの、学年一位のね、あの子と仲が良くて、学年一年の生徒会長と、受験、 その子は受験終わった後であかりとそのもう一人の子が同じ学校でじゃあ勉強を教わりに行こうみたいなお泊りで勉強会しようって話になったのなんかもう普通にお泊り会したいから行って <laughs> 行ったけどねなんか勉強のスピードが合わなすぎて 普通に勉強してなかったりして。人生で勉強をしたことがないんですけど。うん。うーん。なんか勉強の話したらあれ何の話しようとしてか忘れちゃった。あの、受験期間にさ、その、そのお泊まり会に行った後、お泊まり会で全く勉強をしなかったのが親にバレて。あんた、さすがに本当に勉強しなよって言われて、 あの、受験までね、ゲームを禁止されたことがあったの。もうほんと許せなくて、最初の3日間いじけて寝てましたよ。もうずっと寝てた。なんで、なんでやっちゃいけないのゲーム。ねえ。なんで。ヘラ、ヘラヘラみたいな。もう無理。もう寝る。もうゲームがなかった。なんもできん。みたいな。 これよくあるよね。よくある、思春期、学生。で、その時期に、え待って。じゃあ、ゲームがないならお菓子を作ればいいじゃないってなって <laughs>。<laughs> 一日一個お菓子作ってた。二週間くらい。パパが頑張って頬張って食べてた。よかった。 でも多分ママはママでなんか別に受かるの分かってたからなんかまあ落ちる人のが本当に少ないぐらいの学校だからなんかもう受かるの分かってたからなんか多分ゲームから話させたかったのかなってちょっと思ったゲームしすぎて だから、なんかお菓子作りには別に反抗的じゃなかったんだよね、あんまり。なんか買い物とかも一緒に行ってくれるし、これ買っていい、あれ買っていいって言ったら、買っていいよって。推薦とかなかったのうん、バカにあるわけないよね。あかりバカだから。休みまくってたし、学校、中学校。あれね、肺炎とかの問題で。ずる休みではないですよ。 ずるい休みしてる余裕はあんまりなかった。学生時代は正直。内心どれくらい内心って何内心点。内心点って何通知表通知表はね、どんぐらいだったかな体育。 中学校ってどこまであったっけ中学校って音楽とかあったっけあったよね。保健体育とかもあって。確か、体育、数学が5で、平均はね、そんなに高くなかった気がする。あんま覚えてないけど。マジであんま覚えてないけど。ちなみに、生徒会場はウール5。 で、高校進学します。えー、高校進学前、あ、生徒会長は結局ね、なんかめっちゃ頭がいい学校に行ったんだけど、その、なんかやっぱさ、田舎だからさ、バカでも近ければいいみたいな頭のいい人もいるわけ。そう。警察の子役人がね、仲いい子でね、リアトモとして登場するのが警察の子、 警察のお三人、バルランと妹の子、そのホス、元ホスぐるいで、今は何、何、あのパチンカス、あのカオルくん、カオルくんに会いたくてパチンカスしてる子なんだけど、も三人なんだけど、その、なんか妹の子が頭めっちゃ多くて。<laughs> マジその子好きだわ <laughs>。うん。 多分喜んでるよ。違う違う違う。警察の幼なじみ、妹での小4から仲いい子、元、ホス狂いのカオル君に会いたくてパチンコ、パチンカスになった子の3人。<laughs> そう、バロイこうパチンカスうポリコ。そう、イモコはね、頭がめっちゃ良くてね、オール五だったんだよね。 その横で、まあ、オール、オールホブ3とか、まあ実質そんなもんやん、5行かとかが。で、まあ学校休みがち。なんかね、もうね、あの、あなんか、なんか頭いいやつって、すげえんだなをマジで近くで実感してた、ずっと。頭いいやつってすげえな。 ま、C では警察の子が一番なんかね、あの、すっごいまともっていうかあの、真面目な、ね。なんか本当に、あかりちゃんの友達かなみたいな。ぐらい真面目でいい子ではある。他ちょっと二人はちょっとなんかあの、ネジ何個かは抜けてるだろうけど。しかも何がおもろいかってさ、 なんか警察の子はお暫子だからずっとなんか昔から仲いいんだけど他の二人って一人は小4から仲いいもう一人は中学生からずっと同じクラスで仲いいのその補数ぐらいの子まあ中学の頃から仲いいんだけど高校に上がってから3人で行動するようになったんだよそう結構ね ま、7人とかで仲いいけど、その中でも3人で行動することが多かったのいっちゃなんかさ、<laughs> そう、高校生の時とかさ、いや、頭良すぎて、こいつ何個かマジでネージ外れてるよなって話をしてたの。なんかあの、バロイこう、今こう今こう絶対ネージ外れてるよなって。話をしてたんだけど、よくよく考えれば、あの、カオルくん、 似合いたくてパチンカスになる方が何倍もネジを外れてはいるなって今思う <laughs> す、数人にね変わったいいやつらいいやつらんだよ今このバグり方が気になるわでもよくよく考えたね妹子はねめっちゃまともだよあの 一番最後に、え、こいつ、正気かって思ったのは、マジで頭が良すぎるのにニートになったことは正気かとは思った。今は知らないけど。高校卒業の時に、ずっと学年1位、3年間。オール学年1位なのに、え、お前、本当にニートになるのかって言ってニートになってったのは、びっくりした。 なんで、なんで、お前ならいい大学にも行けて、いいとこにも付け入れるだろう、みたいな内心点とか出席日数だったりするんだよ。なんでって言ったら、めんどくさい。仕事したくない。浪人しただけかもよ。いや、普通にね、普通にフリーターではあるか。 先生もビビっただろうな。いや、あの、うちは三人就職してないんだよね、あの、その、あの、警察になった子以外。みんな、就活だとか、あの、してる中、あかりたちは三人でぼーっとしてたんだよ。なんかみんな就活の、なんか今日、今日なんか、地球で就活のこととかやっていいらしいけど、 どうするみたいな, <laughs> な。な、な、何しよっかみたいな。まあ、暇だし、とりあえず、え、しりとりするみたいな。やっぱさ、似た人、似た者同士なんかな。類友ともってことポリコよくそこにいたな。いや、ポリコはね、進学コースだから、別だね。 全然バリバリ、7時間授業とか受けてたよ。ポリコは。プラスで部活もちゃんとやってたよ。スポーツ。ポリコはちっちゃい頃からマジ。ちっちゃい頃から仲いいっていう、明かりの単独で仲いい子。ポリコは普通に高卒で警察になったかなわかんないけど。あんま詳しくない。 やおもろいよね。それがね、結構ね、他人の人間関係、そこにあと二人くらいしか、リアどもが、深い人がいないな。でも、あと二人もやばいんだよな、なんかバグってる。でも、その二人入れてもキャラはみんな濃ういうかも。一人は、BL が好きな、声優学校行った子で、 もう一人は、乙女ゲーが好きな、東大に行った子やばいね、キャラ。キャラ子。全員キャラ子やな。そうやって。なんか日本語にすると。その子たちは普通に中学校を、中学校3年間、あのー、細ぐらいパチンカスと4人で仲が良かった。 なんか全員揃ったら世界救いそう。アかりが一番キャラ薄いまである。アカビアのリアトンってゲーム作れそう。本当確かに。確かにそうかも。そう言われてみれば。その中にいたらキャラも煮詰められる何が、あと何役あるその中だったら。何役あるかな ?2 位といっぱいいるしな、実際。2位といっぱいいるしなんか。 なんか、もはやさ、もはや、あの、一般 OL とかもキャラになれそう <laughs>。なんか、あの、広いんじゃないあの、主人公的なね、逆に。逆に主人公的な OL。一般 OL が主人公みたいな。え、まじ。え、普通に就職した仲いい友達。 いないなぁ、マジで。え、マジ、思いた思い当たらない。え、てか、これ以上の友達が思い当たらない <laughs> あがり友達こんだけしかいなかったんだ。1,2,3,4,5,5人か。十分多い ?5 人だらいい確かに。友達の数の話やめない やめよう